正直驚いた。ここまでの回復を見せるとな。全て試してみた。通常の尋問は効果がなかった。被験者の意志を壊し心を抹消するのは困難だし苦痛を伴うの。大した代償じゃねえ。 CIA の記憶を埋め込むマインドコントロールプログラムは大成功を収めた。俺がベトナムにいた頃のことを話せば。もう一つ、記憶を呼び起こすにはキーワードが必要になる。俺たちには使命がある。俺たちには使命がある。ソビエトのバンカーに向かっていた。被験者への洗脳が定着し始めた。俺たちには使命がある。お前と知り合って何年も共に戦い血を流したが、地獄のベトナムを生き抜いた。俺たちには使命がある。これで再プログラムは完了。あとは名前を与えないとね。ベル、意識が戻る。ベル、いい加減にしろ。ペルセウスは何て言った？奴はどこだ？お前は混乱してる。説明は後だ。今はお互い協力し合おう。白状しなければお前の人生は無価値になるんだ。ペルセウスの居場所を言え。お前には二度目のチャンスを与えてやったんだ。今こそ借りを返してくれ。お前も奴らの一味だった。トルコでペルセウスに見捨てられたんだろう。アドラーがお前を助けたんだ。飛行機はトラブゾンを立ってドゥーガに降りる。分かってるな。実はな、ペルセウスはそこにはいない。この傭兵どもは生きてドゥーガを出られないだろう。まず森に死体を捨てる。それからベルリンのボルコフに兵器を送る。そしてソロベツキーに飛ぶ。だがお前には別の計画が。ペルセウスに気に入られていたよな。ライバルは潰しておく。俺たちはあそこにいて、全て終わった後にお前を見つけた。CIA がお前を生まれ変わらせた。そして新たな素性を与える必要があった。俺とシムスはお前を CIA にしようとしたが、思ったほど抵抗しなかったよな。お前に言語スキルや暗号技術が渡ったのは好都合だった。厄介だったのは記憶だ。お前は CIA の MK ウルトラプログラムを受けた。アドラの記憶をもとに新しい記憶を与えられた。最悪だよね。だが仲間だと思わせる必要があったんだ。お前の手は綺麗か。いや、自分は幸運だと思う。その記憶を持って数ヶ月だろう。俺はもう10年以上も苛まれている。尋問はうまくいかなかったが、 MK ウルトラの予備の計画を実行した。お前が自分を別人だと信じれば全てを投げ出すと考えていたんだ。俺はそうは思わない。まだ隠しているだろう。それを吐き出すんだ。俺たちには使命がある。キーワードでお前を制御できたが、全てを手に入れていない。お前の秘密はいつもドアの向こうにある。ベル、今は俺たちが憎いだろうな。当然だ。ただ事の重大さをよく理解しろ。今やっていることは俺のためでもお前のためでもない。
何百万もの人々のためだ。他人を顧みず利己的な忠義を貫くことしか頭にない奴を止めるためなんだ。だから教えろ、ペルセウスはどこだ。グリーンライトニュークの制御を手にしてソロビス系のシェルターに退避し核を爆破してやろう。お前が何者なのかを確立するチャンスだ。奴の居場所はソロベツキーのシェルター。ソロベツキー、トゥールがシムズ、ワシントンにつなげ、全員用意しろ。ここを立つぞ。正しい選択をしたな。俺と一緒に来い。アドラ。ああ。なんだ。1時間以内に出す。タクトシナ。大統領を失望させる。5年前、NATO が発信元不明の強力な信号を検出した。そのせいで世界中で電波障害が起きた。さまざまな陰謀論も飛び交っていたな。NATO は直ちに発信元であるウクライナの施設を突っ込んだ。それがドゥーガレーダーある。超水平線レーダーシステム。ミサイル防衛施設を改良したんだ。消費電力も膨大だ。どんな類の長距離通信にも使えるぞ。グリーンライトニュークを起爆する暗号ミサイル。施設の正確な位置はキエフの北 100km、 プリピャチとチェルノブイリの間だ。厚い森に覆われていた。ペルセウスにはうってつけの隠れ家だ。少し離れた場所で降ろす。偵察の支援もなし。軽装備の潜入部隊だ。おかえりさ、案内だけよろしく。ベルがやっと記憶を取り戻したんだ。計画通りさ。よし、全員ゲートに集合だ。ベル、本当に確かなんだ。こちらも何もなかった。あいつの仕業だ。騙しやがったな。本当かベル。ペルセウスに核を爆破させるため俺たちをロシアへおびき出したのか。立ち上がれ、往復の用意を
ここだぞ。お前の友人はこっちだ。遠くには行っていない。かくれんぼか。そんな時間はないぞ。場所もな。遊びは終わりにしよう。まだ心配してくれるのか。ライター取ってくれ。その野良犬はもっと早く処分されるべきだった。私の顔を覚えているな。ソロベツキ、爆破命令に備えるんだ。サクトシナ。ソロベツキに戻って成り行きを見届けたかったが、このショーはここで終わりだ。共に次のショーを始めよう。よくやってくれた。結局連中はまだ私がペルセウスだと信じているのか。まるでペルセウスが一人の人間かのように。バカなアメリカ人め。ああ、新たな家がいるな。中央委員会は CIA 以上に驚くだろう。祖国の未来のために最善の選択をした。いや、人類の未来のためだ。奴らの目はかつての我々のように曇ったままだ。行くぞ。まだやるべきことがある。ライト作戦の資料が1時間前に匿名で公開されました。おそらくペルセウスの仕業でしょう。世界中からの問い合わせが鳴りやみません。あのクソ野郎。あなたとブッシュ副大統領は直ちに避難してください。この件に関する全てを抹消しなければならない。それは可能か。もちろん取り掛かっています。様を眺めるのだ。アメリカが自重で崩壊する様を眺めるのだ。二つの超大国はやがて一つになる。ソビエトのもとに。もし我々が与える機会を新世界秩序の指導者たちが無駄にするようなら、彼らも入れ替えてしまえばいい。カシーム・ジャバディはお前の元同僚 CIA に捕まった。やつはあまりに軟弱だ。お前が抹消を担当してくれ。カシームと同様に CIA はアントン・ボルコフも拘束している。奴の居場所が分かったら我々の元に奪還しろ。記憶次第では排除せねばならない。ヘレン・パークはキューバで死んだと言ったな。
あの女は何年も前から我々の組織について嗅ぎ回っていた。これで西の厄介者が一人減ったな。他の連中もそちら側で排除できたのは嬉しい限りだ。残念ながらアメリカ国内の鍵となる要員ロバート・アルドリッチは殺された。我々のスパイ組織はまだ無傷だが、新たなリーダーを探し、その下で再起を図らねばならない。バディム・ルードニク少佐の死は核戦争後のヨーロッパにとって手痛い損失だ。彼はソビエトと同盟を結んだ未来への導き手となる男だった。願わくはルードニクの存在なしでも我々が歩んでいければよいのだが、 CIA はルードニクの子飼いの2人も排除した。残りの1人がルードニクの不在によって生まれた空白を埋める手伝いをしてくれるだろう。だが案ずるな、これは一時的な損失に過ぎない。我々の計画はまだ始まったばかりだ。